それでは定刻となりました。ただいまから和歌山県立医科大学がんプロフェッショナル養成プラン市民公開講座を開催いたします。それでは開催にあたりまして、和歌山県立医科大学保健看護学部准教授の山田忍からご挨拶申し上げます。ご紹介しました山田です。よろしくお願いします。今日は本当にお寒い中お集まりいただいて、そしてこの対面で開催されること本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。最初にですね、少し簡単ですけども、がんプロっていうところのご説明を少しさせていただきたいと思います。これがんプロフェッショナル養成プラン、私たちがんプロって略して言ってはいるんですけども、皆さんちょっとご存知かとは思いますが、1981年ぐらいからがんの死因はもうどんどんうなぎ上りで、もう1位に揺るぎなくなっております。でそんな中で国の方が少し危機感を持ちまして、2006年からがん対策基本法というのが発足されました。でその中でがん診療連携拠点病院というものを各都道府県に一つ置きなさいということで、和歌山県では、うち の当大学病院が、国が指定する拠点病院になっております。でさらにそこ各都道府県から地域のがん診療連携拠点病院というものを設置することを、各都道府県が、独自にこう設置していっているんですけども、うちの、和歌山県では残り8施設がそういった拠点病院になっておるんですが、そういったところでは皆様に同じ、レベルの標準的な治療を等しくさせていただくということが義務付けられております。でその8施設なんですけども、ちょっとここかなとか分かるかなっていう方いらっしゃいますか。はい、どうぞお願いします。さっと手を挙げてくれました。はい、彼お願いします。よろしくお願いします。はい、まず8つということで、はい、ここのワイダイと、はい、で日赤の医療センター、和歌山医療センターさんと公立長病院さん、橋本市民病院さん、避難病院さんで、南和歌山医療センターさん、そして古港日高病院、新宮市立医療センター、労災病院さんでした。なんか抜けたかな。ただだね、抜けたかな。なんか言いましたっけ。すいません。まあはい、それぐらいということで、はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。ちょっともう本当に待っていましたかのように覚えて、はい、言ってくれましたけど、それぐらい南の方まで施設の方たくさんあるんですが、和歌山県の人口からしますと大体100万人切ってきておりまして、950万人ぐらいかなと思うんですが、大阪府の方が大体和歌山県95万人ぐらいですね。大阪府が850万人ぐらいですが、大阪府は大体50施設ぐらい、こういった施設があります。そう思うと大体和歌山県2倍ぐらいそういった施設があって、そういう施設としてはすごく充実しているかと思います。でさらにですね、そういったところで活躍する人材をしっかり育成するという役割がガンプロの方ではあります。でそれ皆様のお手元にパンフレットがあるかと思うんですけども、このパンフレットがお手元にあるかと思います。これも各都道府県でそこそこ内容が変わってきておりますが、うちの大学ではがん薬物療法専門医療コース、そして全人的緩和医療専門医療コースの方で専門的なドクターの育成をさせていただいております。で残る最後がん看護専門看護師養成コース、ここでは看護師の
専門的な知識を持った不安教育ということで頑張っております。で、大学院レベルでの教育を、文科省の方から受けてさせていただいております。で、今覚えてしっかり発表してくれましたけど、彼も1週間前に合格、この CNS 専門看護師の、合格したところではありますが、地獄病院の方でこれから活躍していく予定にされていますね。皆さんご支援していただければと思います。で、そしてちょっと各ところにうちの学生があと6名ぐらい座っているかと思いますが、立てますか。パラパラと言います。で、この彼女は今1年生から3年生の在学生で、結構やや平均年齢高いんですけども働きながら必死で3年間学びに来てくれております。ですので、これから皆様のそういったがん患者さんの支援に役立たせていただける人材かと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、そんな中で私たちの役割としては、さらに最先端のね研究などをして皆様に還元するという役割があります。で、今日は後半に築山先生の方からバーチャルリアリティを活用したご研究を、最新の量としてご提供させていただきます。で、今日はさらにそういった教育を皆様にお届けするという役割もこのガンプラの方ではありますので、蓮尾久美先生をお招きして、今日はご講演いただくことにしております。で、蓮尾久美先生ですけれども、一般社団法人 DAF という患者会を立ち上げられておりまして、ご自身も乳がんのご体験がおありです。で、そんな中で、さまざまなこういったご講演など、そして私たちの学生の教育にも携わっていただいていまして、実習等でもがん患者会の方の見学などもさせていただきながら、広くがんの教育にも携わっていただいております。今日は、患者さんの立場からもすごく有意義なご講演をしていただけるかと思っております。蓮尾先生、はい、よろしくお願いします。患者も賢くなろう、最善の医療を届けるためにどうぞください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今紹介いただきました一般社団法人ラフの代表理事で蓮尾君と申します。今日はこんなに寒い、昨日からすごく風でね寒くなりましたが、遠方からお近くの方もいらっしゃるかもしれません、お越しいただきましてありがとうございます。今日はですね、ご依頼をいただいて今日講演させていただくことになりました。患者も賢くなろう、最善の治療を受けるためにということで本日お話をさせていただきます。ちょっとスクリーンが降りてくるのでお待ちください。もう降りる前にちょっともうお話をさせていただいていいですかね。今日はですね、この、皆さんに手元に資料が、出るかと思いますが、ちょっとそちらの方で、追ってお話をさせていただきたいと思います。今日のお話は、私の自己紹介から、がん患者になって、ということで、私のやっている活動について、そして最善の治療って何だろう、で、情報を得て活用したい、さまざまな制度や窓口、専門家に相談する、自分らしく生きるための備えと心構えということでお話をさせていただきます。簡単な自己紹介をさせていただきますと、私は法人の代表をさせていただいています。私、利用者でも何でもない、ただ の主婦で、乳がんの患者です。で、私自身がこの、和歌山ではなくて泉佐野市、大阪府泉佐野市で生まれて泉佐野市に今在住しております。まあ、夫も今単身赴任中で、子供が2人、長男と長女がおりますけれども、両方とも結婚して、先日も今年になって孫がどんどん生まれて、5人の孫のおばあちゃんというところです。で、私が乳がんになったのが2005年で、乳がんについてはちょっと後で説明させていただきますが、そこから、
病気になって1年間の休職をしました。当時私の、自宅マンションのですね、前に外苑がありまして、そこで勤務しておりまして、フルタイムで働いていて、まあ、休んで、その後ちょっと、別のところで働いてという感じですね。で、乳がんに関して、その患者会活動をまず2007年から8年間、2015年までしていました。私が治療したのが、今のリンク総合医療センターですので、そちらの方で、患者会を立ち上げて、2015年の方にこちらを解散しました。で、その前にですね、患者会とともに、並行して2013年の4月から、自宅のマンションを開放して、がん患者サポートコミュニティサロンラフというのを主催しまして、その後、患者会と、今やっているものを一緒にして2015年から、その法人を立ち上げて今で7年目になります。で、私のがんなんですが、私が、今58、年明けると59歳になるんですけど、2005年の6月に私が乳がんに罹患しました。で、それは、どうやって見つけたのかっていうと、自己検診でお風呂に入っている時に自分で検診をして見つけました。それまでも私は検診に行ってなかったんじゃなくて行ってたんです。で、ですね、検診に行ってたのは私のその息子 の、 ママ友が40歳で乳がんで亡くなりまして、彼女自身に私自身が発想さんも気をつけた方がいいよ、乳がんの検診行った方がいいよっていうふうに言われたのがあって、私も気をつけようと思って行ってたんですね。で、1年半ぐらいちょっと主人の父が亡くなったり、主人が単身赴任になったり、バタバタしていて、忙しくなったので行けてなかったんですね。今日は何か知らんけど検診、自己検診してみようかなって思った日に、お風呂に入って泡を立てて自分で検診してみたら、左の乳頭の下にボロッとしたものを見つけました。見つけた時にって思いました。毎日お風呂入ってます、毎日洗って、でもその日そこに何か知らんけどしこりがあって、もう多分触った時点でやばいなこれってすごく思って、何回も何回も触りました。右側触ったら何もないけど、左にもやっぱり必ずそこにあって、今度はちょっとおっぱい上げてみたんですね、ピッて。そしたらそこはボコってもう見えたんですね。触れる、そのしこりも見えるというような状況でした。で、乳がん検診をやっているところに、指定婦人科の先生のところがあったので、行ってですね、見てもらって、まあ、違うと思うけど、ちょっとまあ、なんかあるみたいやな、行こうか、みたいな感じで紹介されて、当時の私立泉佐野病院に行きました。このそこで、エコーされた時点で、発想さん、これ、おそらく間違いなく乳がんやと言われました。もし乳がんじゃなかったとしても、9割型、乳がんになるであろう全がん病変に違いないという説明を受けました。だからもう今日はセンチネルリンパ節生検って、センチネルって門番という意味なんですが、最初にがんが行くであろうその、センチネルリンパ節生検のための手術をするのに、全身麻酔せなあかん、入院してもらわなあかんので、そのままこのままその手術ができるように準備をしてもらうということで、一日ちょっと今日頑張って検査を受けてほしいというふうに言われまして、母とこの時は言ったんですが、朝から夕方まで一日検査を受けました。そんな中で針生検もして確定診断が出たということですね。で、この時主人も単身赴任でしたので、母がついてきてくれて、朝9時半ぐらいに行って、帰りがもう7時前だったかと思います。帰りの車の中で母に、あんたじゃなくて私でよかったのにって、変わってやりたいって言われたんですね。その時に私、ああもう絶対に親の前と子供の前だけは泣かんとこうと思って、で、いや大丈夫やよ、私やから大丈夫やからって言って家に帰ってきたのを覚えています。同じマンションの友人の家に子供を見てもらってたので、どうやったってその子に言われて、その子の家の玄関先で、いやこれ間違いなく乳がんやわって自分の口で乳がんやということを言った時に、涙がブワーって出てきて、その子の玄関先で泣いたのをすごく覚えています。それから確定診断を、診断を受けるために診察があって、主人に帰ってきてもらって、間違いなくこれは乳がんですねっていうことを言われました。
まあ、主人は1回だけ思い切り主人には泣かせてもらいました。その時に背中を撫でてくれましたが、まあ、あれからそんなことはもう二度とないなっていうことかなっていう感じになってますけれども、まあ、心配もしてもらいながらやりました。で、まあ、当時ですね、その、息子が中学3年、娘が小学校6年生だったので、2人ともにですね、卒業式があり、入学式があり、息子に関して言えば高校受験がありましたので、ちょっといろんなことを超えなければならない部分もあった。そしてさっき話しましたが、大学というところで私フルタイムで働いていたので、仕事のこともあったし、いろんなことをこう考えながら、迷いながら、先生に聞きながら、来たような気がします。で、センチネルリンパ節生検では、リンパには転移はないというふうに言われましたが、確定診断出たときにマンク精度が3、一番悪いと、そしてトリプルネガティブといってちょっとタイプの悪い、立ちの悪いがんだというふうに言われました。で、先生からは当時、術前化学療法、手術の前の抗がん剤治療で、臨床試験でですね、ギラルリシンというものとドセタキセルというお薬2剤での臨床試験があるので、そちらに参加してみないかというふうに言われました。今やっている人たちがいるけれど、非常に効果が高く、ハスオさんのようにタイプの悪い人が効いてるから、ハスオさんも効くんじゃないかというふうに言われました。でも標準治療でも構わないというふうにも言われました。先に手術をしても構わないとも言われました。術前化学療法の効果は、がんが小さくなったら、部分切除で済むかもしれない。もし、もっと小さくなれば、その当時リンク総合医療センターの先生でラジオ波をしてくださっていたので、保険の適用外ではあるけれど、ラジオ波ができるかもしれないというような選択をしてくれました。そしてもし効果がなかったとして全摘しても、当時は保険の適用ではありませんでしたが、うちでは形成外科がいて有望再建ができるので、再建をすることもできる。で、どれにしますかというふうに、説明を受けました。今ほど、スマホもなくですね、調べることはできましたが、情報というものはありませんでした。で、相談する人もいませんでした。どうやって決めたらいいのかがわからない状態で、やはり先生が8割方はそれが効くんじゃないかと言ってくれたのを選ぼうかなっていう感じで選びました。で、臨床試験の時に皆さんも体験された方はお分かりかと思いますが、たくさんの承諾書にサインが書かされたかなというふうに思いますが、私もその時にサインしました。で、そのサインをしている時に先生には、もしあれだったら標準治療でもいつでもやめれるからね、標準治療に変えてもいいよというふうにも言われましたが、どんな時にどのタイミングで私はそれを決めるんだろうと思いながらサインしたのを覚えています。で、私は治療が始まる前に先生に聞いたことが何かっていうと、お金はどれぐらいかかりますかと言ったのが私だったので、後から先生といろんな先生とお話をさせてもらった時に、なかなかそれを言う患者さんっていないよって言われたんですけど、なぜ私がそれを口にしたかっていうと、その前に亡くなった乳がんで亡くなった私のママ友が、なんかいろいろ治療してたみたいで結構お金をかけたという話を聞いてたんですね。そこを聞いてると、そこがすごく自分の中に残ってしまっていたんだと思います。だからそんなことも聞きました。で、術前化学療法をその2剤のですね、3週に1回、4クール、4回やるっていうのをやりました。で、初め、その触れてたそのがんがですね、柔らかくなったんですね。わー、効いてるってすごく嬉しかったです。でもこれが2回、3回、4回とやった時にまた戻ってきたんです。で、そこにはまたがんがありました。4回目の時に先生診察してもらって、先生とお話をしました。あるよねっていう話になって、これを全摘するか、あと2回やってみたら、もしかしたら小さくなるかもしれない、変わらないかもしれない、大きくなるかもしれない、わからない、どうするかは発想さんが決めるしかないと言われました。どこでどうやって決めたらいいのかわかりませんという話になって、先生が促進をしてくれて、切ろうかって言ってくれたので、私は切ることにしました。で、私はその術前化学療法の間に、再建することを考えていました。で、再建については本を買ったり、いろんなものを見てちょっと勉強していましたので、先生は私再建したいですっていう話をしました。
私が再建したかったっていう、それは乳房がなくなることが嫌だったわけじゃなくて、パッと入れるのめんどくさいよという簡単な気持ちだったということです。なので、別にそんな、おっぱいがなくなるのが絶対だとかそういうのではなかったんですね。でそれで私はその、再建することを決めました。で形成を紹介してもらって、私は今ここに入っているのは人工乳房です。で人工乳房が入っていますので、そこから16年経ってますが、そのまま入れたままになっています。でこれ脱走型さんとか多かってなんか悩んでいるっていうのが今のところなんですが、そういう感じです。で手術をして全部私は取ることを決めました。乳房を全部取ってみて料理の結果出たのが、ほとんど効いてない、抗がん剤が効いてませんという結果でした。だからその時はやっぱりすごく怖かったし辛かったです。で私は仕事してたので、これ手術したのが10月なんですね。で年明けには仕事に復帰しようと思っていたのに、術後の抗がん剤をという話がカンファレンスで出ています。パクリタケスの、ウィークリー毎週3週やって1週休みっていうのは4回やりませんかというふうに、言われました。でもこれもどうしますかでした。で私はもうちょっと行きたいしな、怖いしな、やらないっていう選択はないと思って、私はその時やりますという、回答を先生にさせてもらって、やってまたインプラントに入れ替えてという状況で、まあ、トリプルネガティブですので、ホルモン治療もできない、ハーツーも、陽性ではないということで、抗がん剤でこれで治療が終わって今に至っています。その後何か特別なことしたんかって、聞かれる方もいらっしゃいますけど、何もしてない状態で今こうして、来ています。でそんな私がですね、患者会を辞めて一般社団法人ラフっていうのを泉さんの、自宅マンションを開放してやっています。ちょっとその活動を、お伝えしたいと思っています。がん患者だけじゃなくてですね、家族とか市民とか、医療者や介護職、いろんな人がここに来て集まっています。これがですね、マンションを開放してやってる部屋になります。うちの理念が、がんになっても介護が必要になっても、必要な人に必要な時に必要な情報を提供し、共に自分らしく生きることができるよう地域づくりに貢献するとしています。コロナ前はですね、こんな風にして活動してました。見えますかね。いろんな患者さんたちが、来てくれて、まあ、ほぼ乳がんの人ばっかりだったんですけど、大腸がんの方とかですね、子宮がんとか卵巣がんの方とかもいらっしゃったりするんですが、こうやって集まってたんですね。これコロナ前だったのでいっぱいですね。で、うちには元リンク総合医療センターの看護部長だった、看護師とかですね、そういう医療者もいますので、相談日を設けたりしています。で夜のサバ会って多職種のですね、在宅の先生だとか病院の先生、訪問看護師やケアマネとかですね、いろんな人たちが、薬剤師さんとかいろんな人たちが集まってやってる、夜のサバ会というのを市民も含めて、入ってもらったりしています。あとですね、看護学校の学生の実習もやってで、あとですね、介護者、介護する人への情報支援を目的としているおせっかい使用性講座っていうのが、うちの理事が別の相談を、法人を立ち上げていまして、そこ主催でやってます。でどんな方でも参加できるように、いろんなですね、アレンジメントとかネイルケアとかもやってます。市民講座もいろんな形でさせていただいています。今ちょっと中断していますが、病院でコーラスやったりですね、検診の啓発活動などもやってました。これらがコロナでできなくなりました。で、何をやったかっていうとですね、なんとかできること、他に何かないんやろうかっていうことでですね、うずうずしていた私たちは、マスクないやんかっていうことで、マスクを作りまして、作った枚数が2200枚、工場かと言われましたけど、やりました。あと、会員の子どもたちも学校に行けなくなってですね、何かできること、麻生さんないですかって言ってくれて、ビニール袋で。手作りのエプロンを作って訪問看護ステーションには施設の方に渡させてもらってます。で、もう7月、コロナが始まってですね、7月にはオンラインの設備を管理しまして、市民講座であったりとかですね、いろんな講義とかサバ会とかをこれでやり始めました。セミナーをやったりですね、市民講座も、オンラインでやって、先生がサロンに来てくれたり、あるいは先生もご自宅から放射線治療の場合はですね、先生がご自宅から講義してくれたりですね、あとはアクリルボードを使ってのネイルケアだとか、このコロナ禍で始めたのがオンラインでできたので、ヨガの先生に入ってもらっ
ってヨガを今も続けてやっています。で、看護学校は、今年はですね、泉佐野仙南医師会と南海福祉看護専門学校というところの2校の実習を、受け入れました。前さっき見ていただいたように、同じテーブルでの茶話会に参加してもらってたんですが、きっと去年はですね、全部インタビュー形式で、オンラインで入ってもらってやりました。で、あと看護学校のですね、非常勤の講師を今年は私ちょっと教育学のところに関わらせていただいたので、ワンと暮らしっていうのを、イベントをやりまして、劇をやったりとかですね、こんな風にしてやってます。あとですね、他職種の交流研修会っていうのを助成金をもらってですね、これもリアルとオンラインとでハイブリッドの形式でやりました。何度も何度もですね、コロナですね、感染が増えたりとかして、いろんなことがあったので、緊急事態宣言が何回もあったので、もうほとんどがオンラインでという形でやりましたけど、全部で400名延べで言うと400名ぐらいの方が参加してくださいました。まあ、こんな形でやってきています。で、ここからちょっとがんのことをお話ししようかなと思うんですけど、がん統計っていうのをね、さっき学生の皆さん、看護師さんとかはご存知かもしれませんが、ちょっと一緒にがん統計っていうのを、見てみようかなと思います。これは皆さん誰でも見ることができるので、また見てもらったらなというふうに思いますが、がんですね、日本人が一生のうちにがんと診断される確率ですね、男性が 65.0%、 女性が 50.2%ということで、2人に1人が今がんになると。で、がんの罹患数の順位がですね、総数でいうと1位が大腸がんですが、男性の場合は前立腺、女性の場合は乳がんですね。で、日本人ががんで死亡する確率っていうのが、男性が 26.7%、 女性が 17.8% ということですね。で、死亡数でいくと男女系で1位が肺がん、男性の1位が肺がんで、女性は大腸がんになるんですね。で、さっき男性が罹患するかかる人が一番多いのが前立腺がんでしたけど、ここに5位は入ってないですね。で、女性の場合も、乳房が5位になっているぐらいなので、罹患数と死亡のがちょっと違うんですね。で、2009年から2011年に、がんと診断された人の5年相対生存率っていうのがあります。これはですね、あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合、がんになった人ですね、5年後に生存している割合が、まあ、日本人全体で5年後に生存している人の割合に比べてどれぐらい低いかということなんですが、64.1%、 6割以上の人が、まあ、5年後もちゃんと生きてますよってことですね。これを乳がんで見てみると、5年相対生存率っていうのが 92.3% になりますね。9割以上の方が5年後も生存しているということになりますね。で、がんの治療は3本柱と言われてます。手術、まあ、化学療法、放射線治療ですね、抗がん剤治療とか、そういうものが、化学療法になりますが、それプラス、まあ、がんになった時から、受けましょうという緩和ケアというふうになっています。これはがんの種類、進行度、その人の既往症、ね、どの病気をお持ちなのか、状況によって状態によって違いますし、治療がそれぞれ違う、みんな同じではないということですね。でも新しい治療、新しいお薬で年々治療成績は本当に良くなっているなっていうのを、私長いことこうケアを皆さんサポートさせていただいている中ですごく思っています。もうこれはがんと共に生きる時代になったなっていうふうに思います。で、ステージ4って言われる、遠隔転移を起こしているっていう患者さんもいらっしゃいますが、そういう方はですね、いや、ステージ4って末期のがんなんって思われるかもしれませんが、実はそうではないっていうことですね。医療の進歩で、選択肢もすごく増えているなんていうのを実際思います。昔ですね、私ががんになった頃って転移したら何年とかってよく言われてましたけど、今全然そんなことないですよね。もちろん早く亡くなりになる方も中にはいらっしゃいますが、全然そこは違うなというふうに実際私は感じています。で、これは生存率とか余命とかっていうのはあくまでも目安で、個人差が非常に大きいなというふうに感じます。で、私たちの仲間も再発したりしている患者さんいますけれども、がん抱えながら元気に暮らしています。10何年、20年近くっていう方がうちの中では結構いらっしゃったりとかするので、なんかよう分からへんよなっていう話をするんですけどね。
そんな感じです。でもそうは言っても自分が癌になったってなった時に自分はどうなるのか、再発性なのか、5年後生きているのかっていうのはずっと不安があるんですよね。これすごく皆さんおっしゃるんですけど、1年経って次の検診が半年後ですよって言われた時に、検査を受けます、エコーを受ける、採血する、レントゲンするってなったら次の検査の結果までの1週間がものすごく辛い、そういう気持ちでいらっしゃるね、皆さん多いかなというふうに思います。みんなってこんな時の気持ちってどうやって整理してるんですかって言って、うちもよく患者さんがご相談に来られたりするんですけどね、みんな言ってほしいんですね、大丈夫って。でも誰も言ってくれないんですよね。大丈夫かどうかなんてわからないから言わないんですね。だから今は大丈夫ですよ、何もなくてよかったですねというふうに先生がおっしゃってくれます。どうか今はと言わないで永遠にって言ってほしい、そんな風にして皆さん心の中で思われているのかなというふうに思います。じゃあ最善の医療って何でしょう。絶対助かる最高の医療を受けて、この先ずっと元気で美しく健康で死なずに長生きし続けることなのか。誰もこんな人いませんよね。見たことも会ったこともありません。私の場合なんですけど、自分ががんになった時に考えたこと思ったことっていうのが何か、さっき話しましたが、私抗がん剤効かなかったっていう話しましたね。ですぐ友達が乳がんで亡くなった人がすぐ近くにいました。で私、そのがんが抗がん剤が効かなかった時に、あ、もしかしたら私数年後、いやそう近い将来に再発して自分がいなくなるんじゃないのかなってそんな風にして思いました。すごくなんか怖かったんですね。自分が死んだらどうなるのか、何が一番怖いんだろうと思ったら、自分の存在、自分を忘れられることが一番怖いんだなってその時に思いました。とてもそれが怖くて怖くて、なんかその時に子供の前と親の前だけは泣かないようにしました。一人でお風呂で泣いたり、一人で散歩行ってる時に泣いたり、そんな日々があったなっていうのを、これを今回お話しいただいて作りながら思っていました。でも私すごくいっぱい考えてみたんです、死ぬことについて。で周りでももちろん亡くなっている方たくさんいるんですよね。でもその後ってちゃんと世の中が動いてる、みんな普通に生活してるようなって思ってたんですよ。である時私そのママ友が亡くなったって話にしましたが、その子供たちにですねある時出会ったんですね。そしたらニコニコしてキラキラしてすごく可愛いんですよね。その時に思ったんですよ、ああそうや、私ももし私が死んだとしても自分の子供たちが嬉しそうにニコニコで笑っててほしいなって、美味しいもの食べてわあ美味しいって喜び、友達と遊んでああ楽しいって喜び、好きな人ができて幸せな気分になって、ね、結婚して幸せな家庭を築いていってくれるんちゃうかなって、なんかそのことを思ったんですね。自分のことじゃなくって自分がいなくなった後のこと、家族のことを考えてみたんですね。どうあってほしいのか、自分の大切な人がいつも笑っててほしいなって、悲しんでもらうよりもそうあってもらいたい、そう思ったんですね。そんな風にして思って、それやったら自分は、生きてる間笑って幸せに生きていきたい、そんな風にして思いました。明日のことは誰にも分かりませんからね、がんになったら死ぬのではなくて人は必ずいつか死ぬんだということを、自分の中でいろいろ思いました。そんなことを思いながら、やってきて今私の命がここにあります。こう長く、サポートさせていただいている間に、東北の震災があったりね、いろんなことで命を落とされる方がいて、私あれを見た時呆然としながらテレビ見てたんですね。私はがんになっていつか死ぬかもしれへんと思いながら来たけど、あの人たちは朝行ってきますって言ったはずなのに、そのまま何の予告もなく自分の命が奪われた。誰があんなことを思ってただろうな、こんな別れ方もあるんだ、そんな風にすごく思いました。皆さんはどう生きたいですか。あなたにとって大切なことって何
んですか。あなたにとっての、最善の治療っていうのを考えてみましょう。自分がどう生きたいか、どんなことが嫌なのか、困っていることが何か、心配なことが何か、まずは伝えるという努力をしてみませんか。じゃあがんになったらどうすればいいのか、一緒に考えてみたいと思います。がんかもしれないってなったら、自己判断せずに、診断してもらいましょう。先日もちょっとお電話があって、診断されたんだけどそのまま放ってるっていう方がいらっしゃったんですね。その手術してくださいよ、お話しに行ってくださいよと思うんですが、受け入れられないとおっしゃってました。でもね、やっぱり早くすることに越したことはないと私は思うので、そのようにお勧めしました。がん検診での要精密検査っていうのがありますよね。それは放っておかないでください。そして普段と違う体調の変化は受診するようにしてほしいなというふうに思います。そのためにはかかりつけ医を持つことが大事かなと思いますが、私も42歳の時にはかかりつけ医なんていませんでした。でも私は最近思うんですけど、相談できる病院の治療医、治療してくれる先生とは別で、いつでも相談できる地域の先生と関わっておくっていうのはすごく大事なことかなというふうに思います。わからないことをその先生に相談してみるっていう先生がいたらいいなというふうに思います。でもしがんだったら怖いからっていう人いますね。でもこれほっといても怖いです。治療するんが嫌やる人もいますけど、ほっといても治りません。がんだったら死ぬんじゃないのと言いますが、がんでなくても人は 100% 死にます。でも早期治療すれば助かる人もたくさんいます。手術したくない、抗がん剤治療したくないという方もいます。積極的治療をしないという選択もありますが、とにかく診断は大切です。その上で先生とよく話をして、そのことを理解してどうするかを決めるっていうのがとても大事だなというふうに思います。じゃあがんだと言われたらどうするのか。ただがんというのは人それぞれです。なので同じがんであってもその種類、進行度、大きさ、年齢、持病などで治療が違うということを知っておいてほしいなというふうに思います。意外とこんなことよりもご近所で誰かががんになった、こういう人がこんな治療をしたということの方が頭に入るんですね、先生の話よりね。なのでそのところをちゃんと知っておくっていうことが大事かなと思います。今は簡単にスマホでいろんな情報が取れます。そういうものや人の噂、個人の体験に振り回されないようにしてほしいと思います。そして人の話は本当かってことですね。余命3ヶ月と言われたなんとかさんが何やらっていうすごい高額な治療をしても5年も生きてるらしいから、あんたもやった方がええでとかっていう話を聞いたりすると、映像なんてなりますが、はてさてその余命3ヶ月の状態っていうのはどういう状態なのか、治療を始める前に今ほっといたらこうですよって言われたのか、治療し尽くした状態なのか、はたまたその噂は本当なのか、ちゃんとした情報を得るっていうことが大事です。で、有名な先生、大きな病院がいい病院なのかっていうところがあると思います。ここも一番ね、さっきも話してましたが、都道府県での、地域連携、がん拠点病院になっておりますので、大きな病院ですし有名な先生もたくさんいらっしゃると思いますが、治療とか通院っていうのは1回きりじゃないですよね。検査のために通う、またその結果を聞きに来る、放射線治療なんかになると乳がんだったら25回や30回の照射を毎日しなければならないといったようなこともあります。先生との相性やですね、聞きやすいとか説明が分かるとか、有名な先生とか、ね、すごい偉い先生ってなかなかこう長い時間待ってても次の時に言って後ろの人待ってるのにそんな機会へんわみたいな感じでいらっしゃるっていうのがよくあるので、そういうこともあるかなというふうに思います。で、あ、ごめんなさいね。で、あの本人の希望とかですね、家族、距離、仕事、いろんなことを考えて選んでほしいなと思います。で、がんの治療を受ける病院を選ぶということで、さっき山田先生からもお話がありましたが、がん拠点病院、がん診療連携拠点病院というのがあります。これは どこでも全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、全国にがん診療連携拠点病院というのがあります。専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の構築、がん患者に対する相談支援及び情報提供、これを、必ずやりますよという病院なんですね。
そういうことになっていますので、こういう病院で治療されたらどうですかということも、言われています。じゃあ和歌山県には何があるかと言いますか、結構答えてくださってますね。この通りですね、都道府県、まあ、国で各都道府県に一つ、言われているのが都道府県のがん診療連携拠点病院、和歌山はここ和歌山県立医大附属病院になっています。あと地域のがん診療連携病院が先ほどおっしゃってくださいましたこの方向と、がん診療推進連携病院というのが和歌山県では独自に指定されている病院があります。さっきお話ししてくださったこの3つ病院ですね。でそういう病院でですね、先生たちの説明を受けます。自分ががんだと言われてたくさん、説明を受けるんですね。出てきた中に分かれへんこといっぱいありませんでしたか。この中で分かってた、これ知ってるわっていうのありました。液化リン仮説覚醒なんちゃってってなりません。漢字も書かれてもみたいなのがあったりとかすると思いますが、いろいろありますよね。これは医療者の人たちは普通に話してくださるんですけど、患者にとってはハテナですよね。そんなことないですか。私はハテナだったんですよ。でその中でね、やっぱり言ってくださったの、標準治療でも構いません。何や標準治療ってみたいなところですよね。これも分かってないんですね。で標準治療っていうのは平凡な治療とか松竹梅の真ん中やっていうことではなくて、すごく膨大な臨床試験をやってるんですね。その中で効果もリスクも検証した、今現在の一番有効な治療と言われています。日本では保険適用の標準治療っていうのが、まあ、最善の治療法というふうに言われてるんですね。あと今度は先進治療とか先端治療ってあるやん、あれはじゃあどうなんって思われるかもしれませんが、これは効果や副作用が検証されていないものなので、厚生労働省のところに、先進医療先端先進医療かなっていうのがあると思いますけど、あれもこの、施設でこの病気で、こういうっていうものだっていうのを決められているので、どれが全部できるというわけではないですね。なのでがん保険の先進医療特約っていうのは、それの中で決められたものしか出ないっていうことになっているかと思うので、なかなか出ないことがあるかと思います。特に自由診療でですね、明らかに効果のない高額なものも多いので、これらは注意がとても必要になってきます。でいっぱい説明してくれて、先生が分からないことないですかって言ってくれるんですよね。先生親切だしそんな風にして言ってくれるんですけど、患者さん家族さん全部引っかかってるから何聞いていいか分かりませんね。なのでたくさん時間をかけて説明してもらうと、はいありませんって言うしかないですね。でも本当は何を聞けばいいのか、何を知っていたらいいのか、何が分からないのかが分からないので、皆さん遠慮なく何が分からへんのか分かりませんねってお医者さん看護師さんに伝えてほしいなと思います。でもなかなかそんな先生に言われへんでと思ってると思います。じゃあどうやって聞いたらいいのか、そんな風にして聞いてみてください。どんながんでどんな状態なんですか、私は今どういう状態ですか、今できる治療って何なんですか、その治療のメリットやデメリットは何ですか、その手術治療を受けた時に生活で困ることって何ですか、例えば今自分が仕事してその仕事がどんなふうに支障があるのか、どんな副作用が起こるのか、いついつ子供の結婚式がありますね、出ますかとか、一人暮らしで何かあったらどうしたらいいですかね、医療費ってどれぐらいかかりますかとか、困りこと心配なことをぜひ伝えてほしいなと思います。あと信頼できる情報を得ることが大事です。患者さんね、世の中にいるブログほど怪しくて自分の心がすさんでいくものがないよう、この間も話してたんですけど、個人のブログとか SNS の発信には注意をしてください。人はそれぞれです。同じ病気で、もう副作用も効果も同じではありません。間違った情報も非常に多いです。で怪しい治療につながることも多いので気をつけてください。元気になって普通に生活している人っていうのはこれあんまり発信してないんですよね。なので元気になっている人たちはもう忙しいのでこういう発信をされていません。ただ参考になることもあるんですね。生活する中でこんな風にしたら便利だったよ、こんなグッズを使ったらこうだったよということを書いてくださっている人もいるので、その辺は参考にされたらいいかなと思います。ただあくまでもこの人の体験だということを頭に入れておくことが非常に大事かなというふうに思います。
情報を入れるときですね、がん情報って入れると、がん情報サービスっていうのが上がってきます。ここを見ていただくと、国立がんセン、がんセンターのですね、がん情報サービスっていうのがあるので、ここのところに、いろんな情報が載っています。治療のことだとか、病名だとかですね、いろんなものが載っていたりしますので、ここを参考にしてください。今日はここの資料室のところにですね、行くとこう、冊子が載ってたりとかします。これ、紙で見たいなっていう時は、胃がんだったら胃がんとかっていうので、冊子で出てきますので、見ることができます。あと、この書籍のところに行くと、一般向けというところにですね、こう、がんになったら手に取るガイドっていうのを、これも、ネットで見ることができます。ここには、私の療養手帳っていうのが、こう、一冊の本なんですが、一番後ろにですね、ノート形式になっているもので、挟まっています。これがすごく便利なので、私、これをコピーして、患者さんたちに渡しています。何が載ってるかっていうとですね、今どんな気分っていうか、どんな風に今なってるのかっていうことをチェックすることができるんですね。病気についての説明が十分に理解できたとか、どんな説明をされたのかとか、今の気持ちですね、私が受けられる治療はどんなことですかとか、質問の例なんかが載ってます。ぜひですね、こういうものを活用して自分の手元に持っていって、先生からあるいは看護師さんから、回答いただいたらどうかなというふうに思いますし、自分の困りごとをこれで伝えるというツールに使っていただけたらいいかなというふうに思います。で、実際ですね、いや、こんなことよりもちゃんと専門家に相談してみるっていうこともとても大事なので、行ってみてください。使ったことある方いらっしゃいますかね。この病院にもがん相談支援センターというのがあると思います。これはですね、そのがん拠点病院というところには必ずあります。今、拠点病院じゃなくても、相談の窓口っていうのがあると思うので、使われたらどうかなと思います。看護師とか医療ソーシャルワークというですね、相談員の方がいます。治療のこと、お金のこと、生活のこと、心配なこと、家で過ごしたいところですね、相談できます。これは別にここの相談支援センターでなくても、他のところも使うことができるので、ぜひ活用してみてください。で、話しやすい看護師さん捕まえることも大事かなというふうに思います。なかなかね、お医者さんには話しづらいという方がいらっしゃると思うので、いろいろと聞いてみてください。化学療法室にいる看護師さんとかですね、入院中の担当の看護師さんとか、外来の看護師さん、いろんな看護師さんがいますので、聞いてほしいなというふうに思います。先ほど、山田先生がお話しされていましたが、がん看護の専門看護師さん、認定の看護師さんがという方たちがいるので、ぜひ聞いてみてください。で、看護外来とかっていうのがあるんですね。看護相談っていうのがあります。ここは、私ちょっとホームページの方で調べさせていただきましたが、看護相談という形であるようです。病院によってはないところもありますが、今大体あるんじゃないのかなというふうに思います。そういうところがあるので、ぜひ相談に乗っていただいたらと思いますので、そちらの方ももしあるだったら聞いてみてください。予約が必要なのかなと思いますので聞いてみてください。で、あと我慢しないで相談してみてほしいなと思うのは緩和ケアですね。先ほども言いましたが、緩和ケアっていうのは終末期になったら受けるんやろ、嫌やわとかって思ってる方もいるかもしれませんが、そうではありません。しんどい、つらいっていうことを、表出する、自分の口から話して受診するっていうことができますので、ぜひですね、病院には緩和ケアチームもありますし、ここ緩和ケア病棟もあるんですかね。なので、相談してみたらと思います。で、ここはどうやって相談できるんかなと思って、これもホームページの方から調べましたので、違っていたら後でどうか訂正してください。ここはですね、主治医に、鎮痛剤の処方とか症状緩和に関する治療法の相談提案ができますっていうふうに書いてました。なので、ここの緩和ケアチームが直接、治療とか処方を行うということではなくって、その主治医とか、に伝えてですね、コンサルテーションをしてくれるということなので、しんどいとかこんなことで困ってるっていうのをお話しされたらいいかなというふうに思います。で、緩和ケアチームの相談方法は、患者さん、ご家族で緩和ケアチームのサポートをご希望される方は、まず主治医もしくは受け持ちの看護師に相談くださいって書いてますけど、なかなか主治医の先生にそれを言われる患者さん多いと思うので、これも相談支援センターの方を活用されたらどうかなと思います。
でこれは必ず、まあ、患者本人家族が相談するように、してください。私サポートしている立場で一度じゃないな何とかさせていただいたんですが、個人情報なのでっていうことで、全然取り合ってもらえなかったということがあります。これ申し訳ないんですけど大学病院非常に多いと思います。なのでご自身、あるいはご家族がお伝えすることだと思います。で、あの医療者の方こちらにいらっしゃると思うのでお願いしたいのは、なんか心配なことないかなって思っている方がもしいらしたら大丈夫ですかって一言聞いていただけたら、その人たちが話をするきっかけになるんじゃないかというふうに思っています。で、和歌山県の方ですね、他に助成の事業がありまして、若年がん患者の在宅療養支援事業というのがあります。40歳以上だと介護保険が使えたりするんですが、それがあの若い患者さんたちが使えないので、それに対しての助成があったりですね、岡山県のがん先進医療支援事業補助金というのがあったり、妊孕性の温存治療ですね、がん患者さん若い方で、治療することによって妊娠できない子どもが授かれないという方に関してですね、この、温存生殖機能の温存に対しての費用を助成してくれるという支援があるので、こちらの方も知っていただけたらと思います。あとですね、家で最後まで過ごしたいとか安心して暮らしたいということを相談するには地域にも相談の窓口があります。各地域は地域包括支援センターというところもあります。こちらの方は、地域の医療連携室病院にあるですね、地域医療連携室とも連携していると思いますので、ここは、医療や介護福祉の相談支援の窓口になってますので、保健師あるいは看護師社会福祉士主任介護支援専門員ケアマネージャーさんですねがいるので、そういうところに相談に行くのも一つかと思います。で、家で過ごしたいという時にどんな人たちが支えてくれるのかっていうと、在宅医であったり訪問看護師であったり、ここにあるあのいろんな人たちがいます。で、その時に、ぜひ聞いてほしいなと思うのは、本当に24時間対応してくれますかとか、緊急の時はどうしたらいいですかっていう不安をちゃんと聞いて、それに答えてくれるかどうかっていうのを確認していただけたらいいんじゃないのかなというふうに思います。他にですね、この介護保険じゃない、別のサービスでも見守りまでしてくれる宅配士ということがあるんですね。安否確認とかもしてくれたりとかもあります。タクシーのヘルパーをの、ね、資格を持っているタクシーもありますし、いろいろなデリバリーのサービスもありますので、そういうものをサービスとして活用するっていうのもあります。とお金のこと仕事のことに関しては、お金に関してはですね、皆さんも使われているかもしれませんね、高額療養費制度があります。で、そこには限度額適用認定証といって、先にもらっといて、ここまでしか払わなくていいよっていう、収入によって金額が違いますが、それがあったりします。それと別にですね、自分の健康保険証を見ていただけたらと思うんですが、自分の、保険者がどこか、国保のことだったら、国保なのであれなんですけども、社会保険の方でですね、公務員の方だったりとか、大きな健康保険組合の方なんかの場合は、付加給付っていうのがある場合があって、これ以上払わなくていいようが、高額療養費制度と別にあったりしますので、その辺もご存知だった方がいいかなというふうに思います。あと、まあ、医療費控除ですね、傷病手当金もあります。傷病手当金っていうのは、会社員として働いている方で1年以上働いていたら健康保険等々で、から出てきますので、こちらの方も活用することができます。あと障害年金もあります。がんの患者さんで障害年金を受給される方もありますので、そういう場合の、はですね、障害年金に詳しい社会保険労務士というのがいますので、そういう人たちに相談してみることかなと思います。で、さっき話しました介護保険で、身体障害者手帳というのもありますね。酸素をつけたりとかする場合に、受給されたりします。あと民間保険の給付金がどうかということですね。そういうことも、調べてみられたらどうでしょうか。あとは、まあ、簡単に仕事は辞めないでほしいなと思います。うちに相談に来られる患者さんの中でも、もう仕事辞めますという方いらっしゃいますけど、ちょっと待ってっていう話もさせてもらうので、簡単には辞めないで、今からどんな治療をするのか等々のことも、話を聞きながら、ご自分で働いているところも相談するっていうのも大事なことになるんじゃないのかなっていうふうに思います。で、その、相談支援センターでは就労支援の方も、そういう就労相談の方もすることになっているので、そちらでご相談されるのもありかと思います。
あと自分の心配事を一緒に整理する専門家もいますね。相続のことどうしようとかって思ってる方もいると思うので、この辺は司法書士さんであったり弁護士さんだったり税理士さんだったりファイナンシャルプランナーの人とかは、その人たちの、まあ、保険っていうよりも、これからどんな風にしてやっていくのかという中で、ライフプランを考えてくれたりっていうのもあったりするのでね、そういうのもあります。あとは社会保険業務士等とあります、思います。で、自分にとって何が大切か、どう過ごしたいかを伝えるっていうのもすごく、患者さん自身、皆さんですね、自分自身が大切かなと思います。これがんでなくてもだと思います。で、心配なことを伝えるっていうのもですね、だからどうしたいかっていうのを伝えるっていうのがすごい大事だと思うんですけど、退院するけど一人暮らしで生活に不安があるとか、いやできるだけもできるまで治療を続けたいのとか、仕事を続けたいのとか、体力のあるうちに好きなことしたいのとか、最後まで家を過ごしたいのとか、そういう気持ちをちゃんと伝えることだと思うんですね。でプロである医療者の皆さん、専門職の皆さんは、この患者さんや家族の思いにそこをどう支えるかだと思うんです。正解ってないと思うので、この人たちがどう生きたいか、どう過ごしたいと思っているかに対して、自分たちがプロとして何を提供できるかをぜひ分かるように根拠を持って話していただけたら、患者さんたちは安心して過ごせるんじゃないのかなというふうに思っています。最善の治療を受けるために、自分らしく生きるための備えと心構えとして、自分の立ち位置、どういう状況でいるのか、治療法や制度を知ること、困りごと、わからないこと、不安なことを伝え相談し、これから先を考えておくこと、できること、できないことを知ること、うまくいかないこともあるんだということを理解すること、医療に 100% はありません、そしていずれ誰も死ぬんだということを自分たちの中で知っておくことが大事かなというふうに思います。そしてそういうことを考える中で、相談する窓口、専門家、制度を知って、自分の暮らし、心配事を整理すること、思いを口に出して、信頼できる人と一緒に整理することで、自分が何を望んでいるのか、何が気がかりなのかが見えてくるんじゃないのかなというふうに思います。答えは自分の中にあるんじゃないのかなというふうに思いますので、ぜひ自分はどう生きたいか、どうしたいのかということを伝えるということを、頑張ってもらえたらなというふうに思います。がんになったからといっても悪いことばかりではありません。ここにいるみんなが残りの人生です。同じ時を生きています。ぜひ幸せに暮らしていきたいと思っていますので、ぜひですね、相談してもらえたらと思います。和歌山でも、場所を聞いて、こう患者の思いを聞いてくれるところがこういうふうにしてあるようなので、ちょっとこれもホームページの方から持ってきました。に行かれたらいかがでしょうか。またうちの方でよければお話に来ていただけたり、お電話かけても大丈夫なのでご相談ください。ということで、ありがとうございました。松尾先生、どうもありがとうございました。それでは会社の方から、お時間10分ほど設けまして、ご質問と受けたいと思います。はい、遠慮なく皆様橋尾先生にお答えしていただけるかと思いますので、女子の方でご質問とお願いいたします。はい、ありがとうございます。スライドを見させていただいて、先生のご自宅でサロンとかされているすごくあったかい感じがすごいこの写真の中からでも伝わってきて、非常にこの、ね、ずっと続けていけばいいなと思うんですが、今すごいやっぱりこのコロナ禍で、なかなかこう対面でお話しできるところを作るっていうのは難しいのかなと思うんですけれども、まあ、中で非常にそのネットワークを使ってオンライン使って開催されているようなんですが、和歌山って結構こう高齢の方も結構多くて、なかなかそのネットでこうつながるというところに持っていくのもちょっと難しいのかなと思うところがあるんですけれども、そういったこうオンラインを使ってのこうつながるところを、まあ、高齢の方にこうこなすねでっていうのなんかこう工夫されているようなところってありますか。まずご高齢の方は難しいと思います。でうちも、そのズームでやってるんですけど、ズームの使い方の、を個々に、練習したりとかっていうのもやりました。でまだ若い方でもなかなか難しかったりするし、オンラインで入るのが難しい、遠慮するっていう方もいらっしゃるので、
やっぱりなんだろうな、実際お会いするっていうことの方が多いかなと思いますので、私は、今いっぱい映ってたと思うんですけど、ほぼ個別で相談を受けているので、来ていただいてます。もうなるべく、ご高齢、ご高齢の方とかはご自分で、来ていただいたりという形を取らせていただいて対応させていただいてます。ありがとうございます。すごい温かい感じが伝わってくるんで、私たちもやっぱりこう医療者として患者さんのこう子育てをする時に温かい感じを受け入れていきたいなと思うんですけれども、ああいった雰囲気がすごいこう伝わってくる感じの、その温かさっていうのかな、なんかすごいこう工夫されていることがあるからと思うんですけど、今うち の, メンバーがちょっと来てるんで、温かいわけじゃなくて結構厳しいんですよなので、多分みんなに来られたらびっくりすると思うんですけど、ものすごく、こう私らいつ死ぬか分からへんねんみたいな話がバンバン出るところなので、あったかいんかな、どうなのか分からないんですけど、まあ、そこは、話しやすい雰囲気とか、なんていうのかな、こう聞きやすい雰囲気っていうのは作らせてもらうようにしているのと、あと、2日前かな、もご相談があった乳がんの方いらっしゃったんですけど、その、再建するのに悩んでるって言ったら、うちはお腹でやってる人、私みたいに人工乳房でやってる人、広背筋でやってる人とかっていうのが、呼ぶことができるので、集まれって言ったらみんな集まってくれて、仕事終わりの夕方に来てくれて、患者さんに、こう一緒に相談乗るっていうようなことをやっているので、いかにそのなんていうかな、分かりやすくで、患者さんたちが自分たちも困ったことを、次の人に伝えれるように協力してくれる、なんていうのかな、ずっとつながりがあるので、私から連絡があると、どうしたんですかとか、お父に行くんですかとかっていうのがすぐ戻ってくるような、なんていうのかな、ネットワークというかチームを作っているっていうところだと思います。それがまあだから私っていうか、もうその全体の雰囲気が雑やけど受け入れてもらえてるのかもしれないです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。他にご質問とございませんでしょうか。私も2回ほど訪問させていただいてますけども、本当にやっぱり厳しいって言われたんですけども、温かさっていうのはすごく感じていて、それとアドバイスですね、的確な、それが患者さんにとっては本当にこういろんなこと背中を押していただいたりとか、ある意味厳しさっていう方が自分自身にとってはこの選択ができるという意思決定の方向につながりやすかったりするのかなと思って、学生と一緒に訪問した時に感じておりました。ありがとうございます。他ご質問ございませんでしょうか。何ですか。もうちょっと時間ありますけども、何ですかね。終わってからでも個別に皆さんここではちょっと言いにくいことでもね、対応してくださいますので、またその時にでも聞かせていただいたらと思います。ちょっと私から聞いてよろしいですか。はい、学生の学びでもよくお聞きしていることなんですけども、ね、やっぱり ALA 世代の方とか就労支援というところはとても相談の中でも私たちも専門職としてもすごい難しいところであって、特に若い方の就労とかそういったなんか具体的なこういうアドバイスしてみたよとか、なんか終わりです。いやー、怪しいです。結構やっぱり難しいところがあって、はい、やっぱりお若い方なので、なんだろうな、こう考えることもやっぱりちょっと違ってたりとかっていうのがあるんで、一応その若い人たちの会も作ってるんですけど、これも個人差がものすごくあるなっていうのを思います。なので、なんていうのかな、ALA世代ってくくるんじゃないんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。だからいろんなお考えの方がいらっしゃるので、仕事をそのもう、なんていうのかな、治療が終わってから仕事を変えられる方もいらっしゃったりするんです。でもその時にも相談の乗らせていただいたりする時あるんですけど、本当に、どういう思いで辞めようと思ってるのかっていうことを一緒に相談に乗って、どうなんだっていうのを、その制度のことも含めてですね、
ですね、あるいは大きな、それこそさっき話してましたけど健康保険組合に入っていって次なんか自分がやるっていう時にそこを抜けるってなると、次治療がもし始まった時にその保障制度がちょっと違う、なくなるってことがあるので、その辺の、デメリットもあるんだっていうことを説明して、その転職っていうものを本人がどう理解してるかっていうのを話する時はあります。でもその、なんだろうな、こう、その方それぞれに すごく求めてることが違うかったりとかっていうのがあるので、その辺をもう聞くことに徹することがあるのと、あとは時々怒ります。ええ加減にしときっていうのをもうぐる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 回る話をするので、なるときはなるし、ならへんときはならへん、そのことを、なんとかな、自分で理解するしかないんやっていうことを私は言います。とても愛ある言葉なのかなというふうにね、私なんかもちょっと相談を受けながらすごく困っていたりすることなんですけども、まあ、最後は自分で決めていく。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと時間がありましたので、次あの月山医師の方からあのバーチャルリアリティの研究の方の、ご発表になります。よろしくお願いします。では加藤先生に温かいありがとうございました。月山先生よろしくお願いいたします。はい、私も今ハソ先生の話を聞かせていただいて、あの今ハソさんあの叱りますっておっしゃったけど、私たち医療者がですね、患者さんに向かって叱るとですね、患者さんのお叱りをそろそろ受けることがあるんですよ。時々私は緩和ケア外来で患者さんを叱りそうになることが時々ありますけども、あのやはり、言っても叱りますと言っていただいたので、とてもなんかちょっと安心した気分がしました。とこれから私がお話しさせていただくのは、今、翔さんはご自宅で、あとお母様を見ておられたというふうにおっしゃいました。お家で一番いいと私たちも思っていません。でもお家に亡くなりたいとか、お家にいたいなと思っていらっしゃる方、とてもたくさんおられると思うんですね。でそれはあの加藤さんがおっしゃったように、やっぱり日常っていうのは、あの我々がいる病院は完全に非日常ですね。特にでもアウェーだと思うんです。だけど患者さんにとってあのご自分のお家っていうのは一番日常であり、そこにいたい場所なんだろうなというふうに思います。スライドを持ってますか。ちょっと私あのさっきですね、病棟で4枚だけスライド作ったのでそのスライドを見せてほしいんですが、スライドショーにしてください。すみません、ちょっと暗くしてもらっていいですか。はい、私ここにあるので申し訳ないです。私の言うようにスライドを前を送ってもらっていいですか。スライド送ってください。私はあの今あの、いきなり最後まで行きました。これ感が違うな。はい、これですね。私たち緩和ケア外来でですね、いろんなお話をさせていただいて、病棟に入院していただくとき、まあ、これ多分緩和ケア病棟じゃなくて普通の一般の病棟、少し暗くできますか、何か。あの普通の病棟ご入院になるときもこうだと思うんですけど、困っててお家にいられないから仕方なく多分病院に来ていただくんだと思うんです。で特に緩和ケア外来でご入院ということが決まるときっていうのは、私たちは、私は外来ではっきり患者さん、ご家族に申し上げますけれども、私は病気は治せません。今お困りになったところだけは何とかさせていただくので、というお話をさせていただきます。だから、辛いあの治療があっても、1週間だけ頑張ったらお家帰れるっていうので、ご入院いただくっていうのはありかと思いますけど、それでも多分、あんまり、本当は病院好きじゃないけど、でも仕方ないなって言って入っていただくこともあるかと思うんですけど、どうしても緩和ケア病棟でもご入院というのはですね、お家にいたいけど無理だな、仕方ないから入院するかって言ってきていただくんだと思うんです。はい、次お願いします。で、ご入院いただくとですね、挙句が現在こういう状況です。コロナ感染症の対策として面会は全面禁止です。私どもの病院はご入院いただきましたら、あの無体になるまで、入院の時にじゃあねって病棟の入り口で別れたら、それっきりお帰りになってお帰りって言うまで、それが1週間でも10日でも2週間でも1月でも会えないというのが原則の状態です。で、お洗濯物を持ってきていただきましても、お洗濯物だけを看護師さんが受け取る、患者さんにはお目にはかかれないという状況になっています。
かつですね、患者さん普通の母乳時代ってお帰りになるときに少し長くなったりすると、じゃあちょっとまあ、今治療途中の間だからお家帰ってみますかって言って外出、あるいは一泊二日してきますか外泊っていうのがあるんですけども、それも禁止です。つまり一般の、世間様へ行くとですね、感染症をもらってくる可能性っていうのもあるわけなので、外泊も外出も一切禁止。去年末も今年に関しても外出外泊禁止ということが病院長の方が通達されてますので、帰れません。家族に会いたいなと思っても会えない、ちょっとお家に帰りたいなと思っても帰れないっていうのが今の現実なんですね。でこれって、まあ、かなり切ないですし、緩和ケアっていうのはご家族のケアもするということが目的なので、ご家族側も患者さんに会えないということはすごく多分不安だと思いますし、とてもよろしくない状況だから、緩和ケア病棟って普通は家族の面会はもう 100% いつでもどうぞ自由ですよっていうのが普通なんです。赤ちゃん連れてきても構わないし、極端な場合は病棟へ入れなくても家に連れてても大丈夫みたいな、猫でもインドに連れてきてみたいな。緩和ケア病棟ってうちは非認可と言われていて、残念ながらちょっと状況が違うんですけど もう完全なこの俗に緩和ケア病棟というところだと犬でも猫でも連れておいでみたいな時もあろうと。ところがね、人間であっても会えない今の状況というのはかなりまあ異常な状況だろうというふうに思います。それでは最後にですね、閉会の挨拶に移らせていただきます。本学のワンプロフェッショナル養成プランの責任者、和歌山県立医科大学附属病院治療センター長の、本学内科学第3講座教授山本信之からご挨拶申し上げます。よろしくお願いします、はい、皆さん今日はご参加いただきましてありがとうございました。昨年は残念ながら開催することができませんで、2年ぶりの開催になります。で今日のタイトルは、患者も賢くなろう、最善の医療を受けるためにということで、初尾先生からご講演いただきました。麻生先生のご講演は最先端のがんのお話ではございませんが、最もがんの治療を受ける上で重要なことです。我々が治療のお話をする前に患者さんに伝えないといけないところを1時間かけてゆっくりと説明していただきました。これは非常に貴重なことで、多分皆さん治療を持っていらっしゃると思いますが、どんな情報を検索するよりもまず今日の麻生先生の資料を見ていただいて勉強していただくというのが非常に重要だと思います。ご自身の生き方および希望を伝えるというのが何の治療にとっては重要です。なぜかというと、がんの治療に 100% がないからですね。どんな 100% かっていうと、苦しまず治る治療はない。何かをやるためには何かを捨てないといけない。何を得て何を捨てるのかっていうのは、やはりご自身の生き方によるしかないんですよ。でそこを正確に伝えて、医療者からこういう選択肢がありますよっていうのを引き出すようにしてほしい。その時に重要な資料が今日の麻生先生の資料になります。私はですね、この10月の7日に義理の父を、在宅で、麻生先生の最後のスライドが出ましたので在宅で見取りました。私が見取ったっていうのは義理の父でございますので、うちの、家の中でお亡くなりになったんですが、妻であったり妻の弟であったりが一生懸命お世話をさせていただいてお亡くなりになりました。すごくいい義理の父なんですね。私ここに来る前にシドガンセンターというところに来て、家庭のこととかいろんなことがあって、そのお父さんにすごくお世話になりました。ただその義理の父はがんを3回やっています。最初は膵がんになって、その次に前立腺がんになって、この7月に大腸がんになって10月で亡くなった。でその都度治療の選択肢は違うんです。でも私はがんの専門家でもありますので、でお父さんのことはよく分かっていると、まあ、個人的には自負していますので、お父さんがどういう生き方をしてどういう治療を選択したいのかっていうのを考えながら、そういうのがありますよっていうふうな、提示をしてきました。
例えば最初に水難になったとき、それは静岡が、私が静岡がセンターにいたときに水難になって、手術ができる状況だったので、私の最も信頼する水難の手術をする先生、静岡がセンターにいましたので、その静岡がセンターまでわざわざ和歌山の清水の方なんですけど来ていただいて、手術をされました。次に前立腺がんになったとき、その時は和歌山からそんな離れたくない、しかも治療方法も内視鏡でできるようなものでございましたので、この大学の方で治療をして、最後に大腸がんになったとき、ご自身は清水から離れたくない、できるだけお家でいたいということで、大学の看護師さん、薬剤師さん、お医者さんに世話になって、ただですね、清水の方には大学がないんですね。でなので和歌山市の私の自宅に来ていただいてお亡くなりになって、この話は多分誰も知らないというか、それは話はしませんので、このスタッフの人は知りませんが、なんでこういう話をしたかっていうと、最初にお話した通り、やっぱりご自身の生き方、その時のがんの状況によって自分が再現と思われる治療選択は全然違うんですね。最後の大腸がんになるときに、そんな何か治療を受けに東京に行きたいとか静岡に行きたいではなくって、やっぱり自分たちの近くで治療を受けたいというのが最優先されています、はい、ちょっと長く話しましたけども、やはり大学はすごいですね。僕大学に行ったかもしれないけど、その時に調子が悪くなって大学に救急車で来たら3時間もかかりました自分の大学のこというのもあれですけども、熱が出てコロナの可能性があるので、救急車の中で30分で、コロナの外来で結果が出るまで寝ませんって言ってる時間が、7時ぐらいに来て病棟に上がったのが夜の12時ぐらい。ただ大宅でこう会いたいとかいろんなこと言うと、すぐ薬剤師さんが薬を持ってきてくれて、全てを引き受けて治療してくれる。心を穏やかに最後までお家で過ごしていただいたということは非常に良かったのかなと思います。もちろん家族はそれなりの苦しみがありましたね。一人で寝たくない、やっぱり怖いんですね。一人で寝たくないので、細先生のお母さんとやってる時に、一人で寝たくいたいとか、一人で寝たくないというので、寝るときはずっと誰かが横についていてましたし、苦しかったので1時間かそこらように起きてくるんですよ。で、赤ん坊の世話をずっと日中見てるような感じでやりました。だからそれは多分入院ではできなかっただろうというふうに思います。本当にちょっといろんな話をして申し上げないですけど、繰り返し申し上げたいのは、やはりその時々によって自分が、自分です、他人じゃなくて最善と思われる治療は全然違ってきます。それをどういうふうに医療関係者に伝えて、ひねり出すというか、一緒にですね、ひねり出すというのは非常に重要でございますので、おしっこからですね、がんがすぐ分かりますよとか、こんなよくパッと治る治療がありますよっていうふうな変な情報、世間の情報ってほぼ変ですので、週刊誌も変ですので、そういう情報に振り回されるよりは繰り返しになりますが、今日の和蔵先生の資料を見ていただいて、どういうふうに生きたいのか、どういうふうなことを私が、自分たちが、優先するのかっていうのを患者さんになった時にですね、両親に伝えるようにしていただければというふうに思います。はい、15分早く終わりましたので、多分皆さんにとっても良くなると思いますけど、来年ですね、またこの市民公開講座を開催させていただきます。来年こそ、今年もコロナだいぶ良くなってますけども、もっと多くの皆様に参加していただいて、盛大に開催したいと思いますので、その時にはぜひご参加いただければというふうに思っております。本日はこれで終了いたします。気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。では以上をもちまして、岡山県立医科大学がんプロフェッショナル養成プラン市民合格講座を開催いたします。今日は本当にありがとうございました。それでは11
口、校門の扉の方から間隔を空けながら退室していただければと思います。